内山交渉労使提唱諸悪幕鎖第6最終回、昭和55年12月20日京都総選寺にて収録。この諸悪幕鎖のテキスト1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、8枚目の裏の5行目ですね。唐の白居易、そこから唐の白居易は仏光女満禅寺の俗弟子なり、光勢大寂禅寺の孫子なり、広州の獅子にてありし時、長家の道林禅寺に参じき、ちなみに居易といかなるかこれ仏法の大義、道林曰く諸悪幕鎖修禅奉行、居易曰くもし陰も似てあらん、三歳の外児も道徳ならん。道林曰く三歳の外児たどい道徳するとも、80の老翁も行うことをくなり。陰も言うに居易すなわち敗者して去る。まことに居易は白将二軍が後ないといえども、時代の視線なり。人伝う楽は20師匠の文学なり。あるいは文殊の号あり、あるいは弥勒の号あり。風情の聞こえざるなし、奇怪の調せざるなかるべし。しかあれども仏道には初心なり、万心なり。いわんやこの諸悪幕鎖修禅奉行はその修士、夢にも未だ見ざるがごとし、ちょい思惑は、道林ひとえに右心の思考を任じて、諸悪を作ることなかで修禅奉行すべしと言うならんと思いで、仏道に千古万古の諸悪幕鎖修禅奉行の豪国豪魂なる道理知らず聞かずして、仏法のところを踏まず仏法の力なきがゆえに鹿のごとく言うなり、たとえ造作の諸悪を戒め、たとえ造作の修禅を進むというとも、現状の幕鎖なるべし。およそ仏法は知識のほとりにてして初めて聞くと、不教の過剰も等しきなり、これを図心美心という。妙因妙化といい、仏因妙仏化という。仏道の因果は異熟通る等の論にあらざれば、仏因にあらずば仏化を監督すべからず、道林この道理を道徳するゆえに仏法あるなり。諸悪たといいく重なりの人海に未臨し、いく重なりの人望を論客せりとも、これ諸悪の枝つなぎ。自然すでに諸中御前にてあれば、仏教の、奉行の正宗大力等を除ぜせるなり。まあそこまであれして、この諸悪幕鎖の巻は今までにもう5回読んできて、今日は6回目なんですが、この今日のところは最後の結びの話ですね。で、まあ、今までのところざっとまた一体どういうことが書いてあったかっていうのを申し上げますと、一口に言うと、大体これは一番初めの古物いわく諸悪幕鎖修禅奉行自浄御意是諸仏教、これ七仏祖集の通解として念仏より五仏に昇殿すると、この諸悪幕鎖修禅奉行自浄御意是諸仏教、これについての
道元禅師のご提唱なわけですね。ところがこれはね、悪いことをするな、いいことをしろって言うんで、その、これ熱いからちょっと待ってください。修身、道徳、倫理の話だと思うとわけが違う。これ大体その仏法としてはね、そういう修身道徳倫理の話よりもっと深いところがなくちゃ。そしてどういうところが深いかっていうと、この結局仏法の話はいつでもですね、このまあ私の言葉で言えば、この自己の生命の実物の話、それだけを言ってるわけですね。で、その結局この聖宝現像の今まで読んできたところでも、弁道話で言えば法っていうのはその自己の生命の実物の話だ。それからマカハニャで、あの巻ではマカハニャ、一家の名字では一家の名字、それから即身是仏では身っていうね、それが自己の生命の実物。そのだからいろいろ名前変えて出てくるんですよ。でこの次宇治の巻やろうと思ってるけど、今度は宇治っていうのがこの自己の生命の実物なんだ。でたった一つの、ね、生命の実物をね、いろんな言葉で言われているんだってこと、それを見失っちゃならない。で結局ね、その自己の生命の実物って一体何かいうとですね、私の言葉、いつも来られてる方は大体もう分かってるわけだけど、この結局1歳分の1歳なんです、自己の生命の実物。このところが1歳分の1歳だけじゃない、と同時に1歳分の1、この1歳分の1歳の生命をですね、1歳分の1の私が生きてるんだ、結局はね、1歳分の1の私が生きている中に1歳分の1歳の生命力が働いてんだし、そして1歳分の1の中に、1歳分の1歳を1歳分の1がの生命がを生きるってことですね。それでこう話がちょっと、単調でなくなるわけです。しかしながらそれの実物っていうのをよく、知ればですね、当たり前のことは言ってんだ。というのはね、その私っていう自己っていうの、これはいつでもね、あらゆるものは私の生命体験においてあるんでしょ。私が生命体験すればこそあらゆるものはある。でその私の生命体験においてあらゆるものを体験しつつ私は生きてる。だからそういうね、1歳分の1歳の生命ってそういうもんです。それで結局はこれを具体的な例をとって言えば、そのどんなものでも私が生命体験すること、それであるんだから、のそれをですね、例えば私が構造時代は転造してるとする、そうすると転造でもって鍋の底なんていうのは一生懸命こう洗ってるって言ったら、それが私の生命だ、これは実物なんだ。そして今こうって言ったら、今こうじゃ
私はこうして皆さんの顔を見ながら喋ってるっていうのはこれが実物なんだ。それで決してね、の名前で生きてんじゃないんだから、この本当に今こうやってる生命体験、それが私の全ての生命の実物です。でそういうのがね、一歳分の一歳の生命です。だからその時はどっちどう転んでも私は私を生きてる。決してそのこれは俺の仕事じゃないからってよく言う人がいるけれど、そんなバカなことはない。その俺がそれやってる限りはそれが俺の生命なんだ。それでまあ出会うところは我が生命っていうね言葉は私天蔵教訓の人生料理の本で書いたけれど、結局は出会うところ、出会うところがもう生命な実物なんですね。で今ここで喋ってるっていう限りはこれ今ここが私の生命の実物なんだ。でどっちどう転んでも刻々にですね、いつでも私は私切りの私を生きてる。それが1歳分の1歳で、ところが1歳分の1の私としてはどっちどう転んでも俺だっていうんじゃなくて、このいつでも取捨選択しながら生きてるわけでしょ。そのどうするかっていうね、今こうどうするか、どっちどう転んでもいいんだから、あの味噌汁の代わりにクソ汁にしてこうそんなのはダメだ。やっぱりの味噌汁である限りをいかに美味しい味噌汁を作るか、あるいはご飯を待ってたご飯もいかにの清潔にですね、美味しくふんわりと炊いたご飯を作るかって、そこが一切の狙いの子でしょ。だからどっちどうこのこっちの方では一歳分の一歳ではどっちのどっちへどう転んでもっていうところがある。ところがここじゃいつでも狙うべきところがあるんですね。あのいかにそのより良くっていうのがね、その限りその取捨分別がないわけじゃない。そういうね構造を持ってんだ自己っていうものは。それでだから今諸悪魔草修善奉行っていう場合ね、この善とか悪とかっていうのはね自己より外にあるって普通は考えてる。いいこと悪いことっていうのは自分より外側にあらかじめちゃんと決まってあるように思ってる。ところがねそういうもんじゃなくて、自己っていうのは1歳分の1歳なんですからね、だから自分の外に善とか悪とかってあるはずはないんだ本当は。そして結局自己どっちどう転んでも自己のせいで、しかしその中でもっていかに刻々にその狙わなきゃならないかっていう取捨分別はないわけじゃない。それでそういうことから言ってですね、どっちへどう転んでも自己のせいで、しかしながらその中でもっていかにそのよりよく狙うかっていうね、そこにね諸悪魔草修善奉行っていうことがあるわけですね。でそれは結局自己がいかに自己に深くなるかってことだ、いかに深い自己を行ずるかっていう自己の深さの問題ですよ。この諸悪魔草修善奉行って外側の取捨分別するんじゃなくて、自己が自己に向かっていかに深めていくか、深さの問題ですね。だから話がちょっとね有数になるんだし分かりにくくなるんですよ。でだから天蔵の時は天蔵の仕事をいかに深くやるか、今私がここで喋ってる場合いかに深くその喋ろうかっていうだけ狙ってるわけですね。でそういうの
自己が自己へ深くなるんだから、自情五輪っていうんだ。自らその意を起用すっていうね、結局自情五輪っていうのを、結局自分が自分に深まるっていうことです。そしてそういう深さに向かって、おのずからその修善、あの諸悪魔草があり、修善奉行がある。しかしながら善とか悪とかっていう、自分より外にあるんじゃない、他との兼ね合いなしなんだからね。どっちどころでも自己なんだから。だから他との兼ね合いなし。それでただする。それからただ幕さんになるのみない、ね。ただ奉行だし、ただ幕さんだし。それが今までの話に書いてあった。まあこれ毎回その全体の復習してるわけですからね。この毎回全体の復習すれば、その大体この巻に何が書いてあるかっていうのは皆さんにこう、腹に落ち着くところがあるんじゃないかと思う。で結局そういうのがね、あの自己の生命力のあり方です。この他との兼ね合いじゃない、自己の生命のあり方だ。それを生命、普通はね、今の人は生きるのにいつでも他との兼ね合いでさ、そして、うん、人と競争すればこそ向上もあるじゃん、そういうバカなこと言ってんだね。これは修羅道です。それでそういう他との競り合いのところに、うん、興味を持って生きてるのがみんな、そうだ世の中の人。そうじゃない、我々はこの仏道に生きるっていう人間はね、この他との競り合いで生きるんじゃない、修羅道じゃない、自己切りの自己っていう、これ自由三昧、自由三昧のところで生きるっていうんだから、他との兼ね合いなし、いかに自己の深さに向かって耕していくかっていうことです。それがその自己本来の生命力のあり方なんだから、この自己本来の生命力のあり方、これをよくその飲み込んでですね、そういう修行をしていかなきゃいけないということですね。でこの修行でも、あそここれだけやったら合格するだろう、これじゃ不合格だろうと、そういう話でもある。どっちどこの1歳分の1歳の生命なんでしょ。どっちにどう転んでも悟りも迷いもその我が生命のうちなの。おいで決してね、自己の外側に当てとすべき あの悟りをっていうんじゃないんだ。ただどこまでもその自己の深さに向かっていく。それで症状の種、あるいは主生一如ってこう道元禅には言われるわけですね。でまあこういう話の続きとして今日の最後の結びの話が出てくるわけです。唐の八教位は仏光女満禅師の俗弟子なり、光勢大薬禅師の孫子なり。これは唐の八教位っていうのはまあ有名な人ですよね。で光州の獅子にてありしとき、これは光州のまあ州の長官のことを指示で、長官の道林禅師に参じていた。ちなみに虚偽といかなるか、これ仏法の大義。道林は諸悪魔草修善奉行、虚偽はもし陰もにてあらん、三歳の外事も道徳ならん。の道徳っていうのはまあ言いうるともね、読んでいるわけだけど、そんなことなら3歳の子供だって言えるじゃありませんかと、こういうことだね。道林は3歳の外事たとえ道徳するとも、80の老後も行不徳なり。このいやさ、その子供も言いうるかもしれないけど、80 のおじいさんになっても行ずることは不可能だって、まあ一応言っているわけだ。
にも、上不徳道徳っていうのがまた深い意味持ってるってことがここに書いてあるわけね。陰も言うに虚偽すなわち敗者して去る、でお敗して、まあ、去った。まことに虚偽は白将軍が後なりといえども希代の視線ない。これはあの白起っていうね、将軍の子孫なんだそうだ。それで白将軍の後なりといえども希代の視線ない。まああの白居易っていうのは我々詩人としてよく知ってるわけですね。一つ田楽は二十四章の文学なり、あるいは文殊の五あり、あるいは弥勒の五ありと、まあ文殊弥勒にもあの文学の方では文殊弥勒に匹敵するっていうんでしょうね。で風情の聞こえざるなし、その人のありさまがそのみんな知っている。で、引っかいの調せざるなし。調するっていうのは、まあ、あの流れいるっていうのさ、あの全ての川が海に流れいるように。それでどんな難解の文章も博楽天のその引っかいに流れいらないものはないという文章が達者だっていうこと。しかれども仏道には初心なり万心なり、しかしそれほどのその文章家ではあるけれど仏道としてはまだこの初心者だ、あるいは万心者だ。万やこの諸悪幕さ修善奉行はその終始夢にも未だ乱るがごとし。この諸悪幕さ修善奉行という言葉をですね、あのどれほどの深さ持っているのか、あの夢にも知らないようだ。虚偽思惑は道人一重に右心の思考を任じて諸悪を作ることなかれ、自然奉行すべしと言うならんと思いて仏道に千古万古の諸悪幕さ自然奉行の豪古猛古なる道理を知らず聞かずしてと。結局ね、八居易が思ったのは道理がこのただ悪は作らぬよ善はするようにと、こうそういうこう用心造作してですね、右心の思考っていうのはその用心造作して、そして赴き向かうという思考っていうのはね、そういうのはまあ右心の思考だ。だからあのまあいいことするしろよ、悪いことするなよって言われて、こうして悪いことはしまい、いいことできるだけしようってね、一日に一善をしようってやってるじゃない、ああいう話かと思う。しかしこれは そういうふうな右心の思考ならば凡夫の話だ、文句の上領の話だ。でいわゆる修身道徳倫理の話で、ところがね、仏道に千古万古の諸悪幕さ修善奉行の豪古豪魂なる道理知らず聞かずしてと、こういう仏法のところを、まず仏法の力なきがゆえに鹿のごとくあるなり。結局ね、諸悪幕さ修善奉行といっても、この今言ったように、決してね、自己の生命の実物より、外に向かって、で、悪いことをしない、いいことをする、こうね、そういう、外へ向かって選択し、あるいは造作する、そういう善悪があるんじゃないもん、本当は。どう転んでも自己切りの事故なんだ。で結局どこまでもね、今の諸悪幕さ修善奉行っていうのは一切他との兼ね合いなし、自己切りの自己の生命の在り方として、あの諸悪幕さ修善奉行
そういう生命力の構造なんだ、内在構造だ。そしてそういうその人間誰でも持っている自己義理の自己、みんな生きてんですよ。特別に修行したから初めて自己義理の自己になるんじゃないんだ。みんな誰でも彼でも自己義理の自己、一歳分の一歳の生命生きてんだ。それをそのそういう生命を生きている生命本来のあり方として、その要するに完結的自己がそののあり方ですね。それが意思に伝心してきたんだ。この、このあれですね、一番初めにあった孤立の通称即内と、この仏さんから仏さんへって言ってね、伝わってきたっていうけど、何この伝わっていったって、あの釈迦牟尼仏大王将のその本来のあり方が摩訶迦葉の本来のあり方に伝わるんだ。摩訶迦葉の本来の生命のあり方がまたその阿難陀大王将のその本来の生命のあり方にこう伝わってくるんですね。それが一心伝心の孤立の通称則。孤立っていうのはもう自己義理の自己です。それのそのあり方ね。でそういうのが仏道に千古万古の諸悪魔草自然奉行の五古五古なる道理というの、どっちへどう転んでも変わりのない五古五根の道理だ。それを全く知らず聞かずして、仏法のところを踏まず仏法の力なきがゆえに鹿のごとく言うなり。まあその白楽天がですね、白居易がその、3歳の子供を言いうるという言ったのは、そういう仏法っていう地盤、仏法っていう地盤での力、そういうのを全く知らない、持っていない、だからそういう簡単なことを言うと、こう言います。その点で、ね、この仏教の本を読むのはどこまでも仏法っていう、いや地盤をよく知らなきゃダメだ。世間話じゃないんだから、世間話っていうのは他との兼ね合いの話ね。仏法っていうのは自己義理の自己の話だ。自己本来の生命の実物の話。どこまでもそうですよ。で、たとえ造作の諸悪を戒め、たとえ造作の修善を進むとも、現状の幕さなるべし。いや、たとえね、今のように悪を作るな、善をなせ。こう言っても、それでも無理してね、造作して、その、やれっていうんじゃないんですね。そうじゃない。自己本来の生命のあり方に従ってまっすぐやれとこういうだけだ。で、それはだから現状の幕さなるべし。ただ、作り事しない、頭手放し。まっすぐやるってことだ。この実物に出会ってね、今話が、まあその天蔵が、釜をゴシゴシ洗ってる、俺まっすぐ頭手放し、そしてそのあれですね、ただやる、それがこの生命の実物を生きることだ。まあ、今私がこれで喋ってるっていう、これもの頭手放し、ただ一生懸命狙ってやってるわけです。それは喋ることは一応頭からの働いてますよ。これ自動車運転と同じだ。自動車運転の時何も考えちゃいないって言ったって、それは刻々に映る風景は頭に映ってんだ。その頭にそれも映らないっちゅんじゃ、これはバカだ。その頭手放しって言っても何にも頭に映りませんっていうんじゃないんだ。植物人間になるっちゅんじゃないんだ。
頭手放しのところに刻々その生き生きありありと実物が映るんだ。でそれが現状のマクサだ。現在現在映ってくる、刻々に映ってくる。それをマクサになるんだし、おおよそ仏法は知識のほとりにして初めて聞くと、過剰の苦境の過剰も等しきなり。いや仏教ってのはこれなんていうかな、私も、その私は大体いろんなものをバカにするたちだけど、仏法だけに対してはいよいよ素晴らしいもんだなと思うのね。何から何までここまでよくこの、人生の真実について追求 し抜いてあるね。俺はまあお釈迦さんから始まって、そのインドシナ日本っていうね、そういう素晴らしい、その中の素晴らしい人たちがこうどこまでも追求してきていることだから素晴らしいんだと思う。の仏法ってやつはね、だから早い話が、初めて聞く話と最後の最後の最後に聞く話とって本当は同じだっていうんです。例えばいいことするな、悪いことしちゃいけないって、これ、ね、初めからそうなんだ。修身道徳の話でもある。しかしまた苦境の過剰で聞くっていうね、そのギリギリをしてその煮詰めて、人生を煮詰めたところでも同じなんだ。いいことするしろ悪いことするな、同じように聞こえる。例えば人のものを盗むんじゃないぞってね、これ初めからそうなんだ、それでいいんだ。しかしながら最後でも人のものを盗むなっていうとね、それでいいんだ。というのは本当はね、人のものを盗むなっていう風で盗まなきゃ、それで苦境の場合でも通じるんだから。しかしながら苦境の場合の話としては、本来盗むものがないっていうところは、そこからの地盤だから、どっちどう転んでも自己身の自己の生命でしょ。だからね、盗むものありませんよ。それを何か盗むものがあると思う。そして本当に人のものを取ったら多くの、間違いだ。本当は盗むものがない。それを盗んだっていうのは自己が自己を汚しただけだ。で、いかに自己が自己を汚さないで、自己が自己を大切にして大事にして生きるか、それだけの話だ。それが自助思いだから。で、今知識のほとりにして初めて聞くと、苦境の過剰も等しきなり。これを図心美心というと、頭も正しく尻尾も正しいっていうのね。犬の頭が東を向けば尾っぽは西を向くっていうね、まあそんなもん。それでこれを妙意妙化という。これね、妙っていうのはね、女辺に少ないっていうんじゃない、これ若い女っていうのは、ね、少女っていうのをね、その少女、若い女、要するに女辺に小の字書いたんだから、若い女の心微妙なんだね。若い女の心っての本当に微妙な、なぜ笑い出したのかわからない。なに、馬の尻尾に毛が入ってるって言ってくる、笑いこけてる。あの人好きところへお嫁に行くかって言って、わかんないわって言って、その畳の目をしむしってるって言って、どうしてもこう、論理的に妻の合わないような微妙なところがあるね。で、そういうの、不思議な
その人間の思惑で、解釈しきれないことを妙って言うんですね。そういう人間の思惑で解釈しきれない因、それから人間の思惑で解釈しきれない果です。これ妙因妙果というのは、因も処方実相、果も処方実相。これ結局はね、因も生命の実物、生命の実物、果も生命の実物ということです。本私が今言う他との兼ね合いなし、自己本来の生命力で生きるというんだから、そういう自己本来の生命力っていう因でも、そして自己本来の生命の実物を生きるんだから、これが妙因妙果。それから仏因仏果、この仏因仏果っていうこの結局、あれですね、今言う因も処方実相、果も処方実相ですね。これ処方実相を生きるのが仏さんだ。この処方実相っていうね、この生命の実物ですね。これはどういうことかっていうと、この実相とは非相なりっていうね、実相で実相者実相やって言ってね、その結局はこれは金剛経の言葉ですがね、結局 実相処方実相ってよく仏教で言うけど、この実相とは非相なんです。非相っていうのはそうでない、そうでないっていうのはどういうのかっていうと、結局他との兼ね合いなしっていう、他との兼ね合いで何かの相が現れるわけね。親に対して俺は子供、子供に対して俺は親、こういうふうにこう相ができるでしょ。で、旦那さんに対しては私は妻、それから奥さんに対しては私は夫、こういうふうに上役に対しては下役、下役に出しちゃう上役っていうのの調子にこう我々ね、その姿が出てくるんです。ところが今自己切りの事故、どっちどう転んでも自己切りの事故っていうのはそうがない。だからその結局他との兼ね合いで、これ見逃しのこの行為じゃないんだ、ただするっていう、これはそのいかなるその相もない、これが非相ですね。で、実相とはすなわちこれ非相なり、でこれをあの仏因仏果って、で仏道の因果は異熟通る等の論にあらざれば、仏因にあらずば仏果を監督すべからず。で普通まあ有意識や なんかくしゃや有意識のねあれすると因果っていう話になると、あの通る因通るか異熟因異熟かっていうのは、まあそういう言葉がよく出てくる、あの仏教教学では。で異熟っていうのはね、例えば殺生を好む人は大小にその健康体が弱くなる、生まれる、まあこれは、そういうふうにこうちょっと考えられないような因果関係があるっていうのね、そういう道理もあるかもしれないね。例えば殺生人のうち、のいつでもうなぎや鳥やって殺してるその商売やってる人のあれがその目の悪い子供を産んじゃったりなんかしてんじゃない、そういうのあるのかもしれない。これはどうせ我々の
頭でちょっと理解できない因果関係だからね。それからこの通る因通るかっていうそういうのはまあこれならまあ話は分かるのね。あのとんかつ食ってよくなると太るそれそういうのはあったけどそりゃそうだなあのたっぷり食ってよくねえだブクブク太るに決まってんだからそういうのは同じような因果関係だ。ほら仏道の因果となったらそういういじく通るの因果じゃないっていうんですね。それで、仏因にあらずば仏家を監督すべからず、これです。生命の実物通り行ずればこそ生命の実物が発現するこういう実現するっていうね、そういうことだ。それをね、俺は凡夫だから一生懸命修行してその悟り開こうという、これはダメだ。どうせあの自分が凡夫だったら、自分が凡夫っていうかもう初めから決めてりゃ最後まで凡夫だ。そうじゃない、我々本当にね初めから仏因で、この本当の今言う自己本来の生命力、それをまっすぐにやればこそ自己本来の生命の実物が発現するんだ。でただここでいかにやるかってだけで、それみんな、うん、俺はダメなんだってこれのお話聞いてる時だけはそうだと思うんですけど、でも私ダメなんですか、それじゃダメだの。本当にただみんなまっさらな人間としてはもう生命の実物生きてんだから、その生命の実物に従ってただやるって、このただやるっていうのはまあ一番気楽なんですね。今ここでこの仕事をするっていうの決まってたらその仕事をまっすぐにすればいいんだ。それをいかにこの仕事でもって少しでも余計儲けようかと考え、あるいはいかにサボろうかと考えると、そっちの方でくたびれるんだから。そうじゃない、されたのに俺が一生懸命やってんのあいつ遊んでやがってって言ってね、まあそういうことをいつも考えてごちょごちょごちょ頭の中でやってるから、それでくたびれちゃうのね。まっすぐに今やるべきことをまっすぐにやると、これだけで、だから安楽の訪問っていうんですよ。生命の実物通りだから。で道輪、この道理を道徳する上に仏法のあるなり、これ道輪禅師はこの道理を道徳するっていうね、言えているから仏法がある。諸悪たとえ幾重なりの人海に未臨し、幾重なりの人法を鈍却せりとも、これ幕差の下脱なり。いや諸悪はね、世界いっぱいになっても、要するに人海の人法を飲んでしまうほど悪ばかりになっても、こういうことね。いやこれあれですね、今の世の中って新聞読んでても、この国際情勢もそうなら、国内政治もそうなら、経済界もね、 あるいは教育界も、何から何までね、あ悪いことばっかりやって、あの 新聞っていうのは悪いことばっかり書くみたいに書いてあるんだ、うんざりするようなね。そしてそれじゃあ悪い、これじゃいけないって言って、私が一生懸命頑張ってみても、どれだけのことが私にできるかってこと、例えばこの、私がやればっていうとね、大したもんに思うけれど、この前も言ったけど、1歳分の1の私としてはだね、俺ね、地球上40億って言うんでしょ、それ100万分の1って言ってもね、もう無視してもいい、その確
確率でしかないっていうんだ。それを何遍その無視してもいい確率、無視してもいい確率ってね、何百遍繰り返してもういい確率だもの、40億分の1って言ったらね。しかもこれ、あらゆる地球上のその、生物古物っていうものを比べてみたら、これも私っていうのはね、いかにも俺って言ったら威張ってるけれど、本当に無視してもいいんだ。しかもこれ地球上っていうの、地球ってやつがまた宇宙の中のこれ1ミリにも相当しないんでしょ。宇宙じゃない、この銀河太陽系の中でももう無視してもいいくらいだもんね。それ銀河系宇宙、それからあらゆる宇宙全体から言ったらもう地球なんていうのは吹けば飛ぶようなもんじゃない。もし銀河系宇宙がパッと鳴らしたらもうパッとこうその地球はすっ飛んでっちゃうような、その程度の存在でした。その中でのまた40億分の1って言ってるんだから、もう本当に事故っていうのはね、ないに等しいもんですよ、1歳分の1としてはね。だからこの生命の尊厳とかなんとかね、この頃、うるわしい言葉言うけれど、何死んだっていいんだし、それからそれどころかみんな死ぬ、生まれてくる前に殺されていても文句のない代物でしかないんだっていうことね、俺っていうのは。それはよく知っておかなきゃ、俺っていうのはね。だから俺の力って言ったら本当に微力です。それでもねと同時に、あらゆる一切の世界はその一歳分の一の私が体験すればこそあるっていうんだから、これまたどえらい話だ。それで一歳分の一歳なんだからね。それで外に向かったら全く微力だ。そうじゃなくってね、だから、例えば今、国際情勢って言ってもまあ複雑がこれでいいのかって思う、憤慨する人いるけれど、憤慨してみたらしょうがないんだ。それから国内政治にしても、あらゆる問題ね、差別問題とか、この、身体障害児とか、あれですね、まあ、いろんな飢え死にする人もいるんだし、その外へのその事件を取り上げてみたらもういくらでもある。だからそれをね、俺は身体障害児に尽くすっていうんでやる人はもちろんそれで結構ですよ。しかしながら私がどうしてもね、身体障害児のためにやらなきゃならない、働かなきゃならないってことはないね。これあるいは飢え死にに、インドで飢え死にしてる人があるから、どうしてもそれを助けに行かなきゃなんないんだ、そうも言えないね。この間もインド人が来たから、そのインドには飢え死にする人がいるって言うけれど、あんたはどう考えてるって言ったら、その私の住んでるところにインド人が飢え死にしてるっていうことは今まで一遍も聞いたことないって言う。インドは日本より広いですって。そりゃそうだと思ったね。この間来たインド人が言うのは、私がその学校の行ってんのは東京と鹿児島よりは離れてるところに、通ってんだってね。そんなんだから、ベンガルの方でもって飢え死にする人がいたって、南インドの方じゃ全く響いちゃいこないんだ。その本当にね、そしてね、インド人にしてみたら何もそれが今さら始まったこっちゃない。大昔から
飢え死にする人たちいるんだ。いやこれあらゆるね地球上の問題っていうのはみんなそうなんだ。その大病闇って言って大病のこの大病をあれする人はたちは大病だけは救わなきゃって言うけれど、これ昔から大病はいたんだし、でまああの今度のベトナムやなんかでもって惨殺随分したらしいけど、俺も昔からやってるね大昔から、でまあヒトラーなんていうのも600万人ユダヤ人殺したっていうけど、そんなのもねその昔からやってるんだ。だからあんまりね日本人ってのは慌てもんだからね、そしてそのそういう話聞くとそれだけにこう頭集中するけど、あの本当は全体の体系としてって言ったら、そういうその事件あるいは問題っていうのは昔から同じなんですね。ちっともあの減らないんだ。だからそれだけにかり上がらなきゃなんないってことはない。もちろん例えばあの身体障害児にのために働くと、これはもちろん結構ですよ。だけれどあらゆる人があのそうしなきゃあんないってことはない。おのおの結局は自分入りの自分を生きると、これだけが大切だもん。で本当にね自分っていうもの、俺まあ私なんか国際問題とかあの政治とかね経済とかっていうのいくらこれじゃ困るって言ったってね全く知らないんだから、なのにタッチできるはずないですよ。ただ私が例えば今の教育っていうのこれに対して今の日本人の教育これじゃ良くないって、まあ、例えば PTA で話してくれとかねなんとか言われると、この俺も喋ってやりたいことあるっていうような気持ちで出てって喋ったりなんかするんだけど、だけど要するに今のようにそのただ試験っていうね試験のためにその子供たちを勉強させようとして追い立てるのは本当の教育にならないって一生懸命言うでしょ。そして終わってあのこれだけ言ったんだからちった響いたかと思ったお母さんたちがそれじゃ あの上の学校上がれませんもんねって、これじゃ一言でパッとすとんじゃうじゃないそんなもんだもん。それほど1歳分の1の私としては微力なの。でそのこともよく知ってですね、結局その自分がいかに自分に片付くことっていうのね、これ1歳分の1の1歳分の1歳の生命、この1歳分の1歳としての俺ですね、この1歳分の1歳の生命っていうのはこれ1イコール私は1だもんね、自己は1だ、これは1歳分の12分の2そして1歳分の1歳なんですからね。で私がいつでも1歳分の1歳であることは間違いないんだ。あらゆることを今も言ったようにあらゆることを生命体験すればこそこの世界あるんだから、だから1歳分の1としての行動って言ったらね本当にもう無視しているところは、私っていうこの存在だけ目に向けた時これは1歳分の1歳だ。だからこの1歳分の1歳である私が私に片付くこと、これが大切だね。みんなこのいやこうしちゃいられないって言ってそしてまた大騒ぎしてぐずってんだ大概の人そうだ、こうしちゃ世の中こうしちゃいられない、なんとかしなきゃって言ってね、世の中に働くんだって言って何その
それぐるみでぐずってんだ。だから、ね、世の中ね、もうぐずってる人間ばっかりじゃない。世の中ってぐずり合いの広場これで結局こうね、もうあの蚊柱みたいなもんだ、こうやってんじゃない。私の今住んでる小畑っていうとこはあったかいもんだからね、もうかばしらボンボン返してるね。あのかばしらってやつは何のために動いてんのか。そのこの中でもってかこうやってる中でたった一人ね座禅して蚊が動かないって言ってもあるさ、これほど大きな行動はないね。私はそう信じてる。今のような世の中、動くな動くな、じっとしたただじっと座禅してろってこれだけだ。で、いや私の弟子たちでもまあみんな若いんだからね、しかも坊主にでもなろうっていう人たちはいわば正義感っていうかね、なんか旺盛に持ってるやつばっかりですよ。そしてだから今差別問題っていうのは一つ頭にして、こうしちゃいられないって飛び出すやつがあるし、だから身体障害児のために働くんだってやつもいるし、でまあいろいろいるわ。いやあそこだね、釜ヶ崎行って本当に一人でも救ってやりたいっていう、そういうんで釜ヶ崎入った人もいるけど、とにかくそういうのはいくらでもいるけれど、そうしようってね、そんなのやめとけやめとけってね、そういう問題はまたそういう問題でやってくれる人に任しとけ。これ宗教的社会事業と宗教とは違うんだ、ね、何よ盆さんがね保育園作ったり、あるいは、なんかいろんな社会事業をやったりでね、これは社会事業家にの方がうまくやるものを事実、これ専門だから。それで甘さになってみんなとあれしてチーチーパッパってこうやって子供とあれですね遊んでみても、これしょうがない、騙そってまでそんなことしなくたっていいじゃないか、ちょっとでこれまっすぐにね、仏道修行者、仏法の尊貴を知ってる。その仏法の尊貴っていうのはこの一歳分の一歳の自己の生命です。これをまっすぐに生きてじっと俺が俺として片付いてること、何より大切なんだ。それで俺ね、今言うぐずり合いの広場の中にあって、じっと自分だけが片付いてるっていう人間が一人でも、そういう実物見本がね一人でも増えるってことが 大切なんですよ。そしてそういうのを一人でもじっと片付いてる人間がこうだんだん増えていけば、世の中それ以外に世の中良くしようがないんだ本当に。でキリスト教の人はいろんな社会事業をやってますが、仏教ではちっとも社会事業をやらないじゃないですかと。キリスト教の人が社会事業をやるのは本当に結構だ。しかしながら仏教としては何より自己が自己に片付くって、それ一時ね。そしてそういう人間の数が増えてきゃ、これは根本的にあれですね、解決するね。本当のまあこの正法眼蔵未読会始めた初っ端に八大人学の巻をやったけど、それっていうのは仏教の仏法の根本はみんな本当の意味の大人になることって私が、ね、言いたいから、これが根本なんで、本当の大人になる、これは自分が自分に片付くってことです。そして自分が自分に片付いた人間が一人でも多くなっていけば、これは本当に根本的に人類の問題は解決する。
しかしね、制度でやったやつは制度で崩れるもん。この沢木郎氏がいつもそう言ってたね、組織を作る、組織作ってやったことは組織で崩れるっていう、ね、ただ自己を自分一人まずまっすぐやること、そして本当にまた自分一人まっすぐにやる人間を粒で拾えて、沢木郎氏の言う言葉、その非常に味があるね、粒で拾うっていうの、ニワトリが米粒をコツコツとこうね、粒で拾うようなもの、この粒で拾っていく。で、私は沢木郎氏の言葉をまっすぐに、守ってだけ見るんだ。で、決してその貝を、貝とかね、未読貝って言って、まあ貝っていう名前ついてるけど、別に会費取ってるわけじゃないでしょ。で、誰が来るっていう会員っていうのもないもの、その時その時来たい人が来るだけ、来ちゃならないっていう強制は一つもないもんね、この会。それでこれはまあ会に組織にはなっちゃうんだよ。何しろね、まあみんなが会をやるっていうのは、このまず金取って、金取った方が人は集まりやすいから、固定的にね、例えば我々が映画館行くっていうんでも、会費払ったら、こう会費払って映画見てるとね、つまらねえなと思っても、この払っちゃったっていうことがあるから、そう簡単に出ないね。ところが